毎朝、おばちゃんが家のドアを開けて一日を始めようとすると、2匹の野良猫がすでに外で待っています。1匹は危険を察知して先を偵察し、もう1匹はおばちゃんの後について、常に彼女の安全を気遣っています。おばちゃんが立ち止まったり、店に来て仕事を始めたりする姿はいつも、2匹の野良猫は静かに傍らに横たわり、まるでおばちゃん専属のボディーガードのように、彼女から目を離さなかった。通行人や客が食べ物を持って近づこうとしても、この2匹の猫は他人の行為に気づかず、おばちゃんの手だけが唯一の信頼と頼みの綱だ。昼食や夕食の時間になると、おばちゃんはわざわざ用意した餌を取り出し、2匹が満足そうに全部食べるのを見てから、安心して仕事に戻った。2匹の猫はお腹がいっぱいになっても、おばちゃんからあまり離れたがらない。炎天下でも日暮れでも、いつも店の外にいて、自分たちにぬくもりと思いやりを持ってくれる人を静かに守っています。おばちゃんが一日の仕事を終えて家に帰ろうとする夜遅くまで、彼らはまた静かに起き上がり、おばちゃんが無事に家に入るのを見届けるまで、彼女の後を追い続けた。2年以上も続くこの執念と忠誠心は近所でも大きな話題となり、この人間と動物の種を超えた心の絆に感動した無数の人々の心を動かしています。では2人の間にはどんな感動的な物語があるのだろうか。おばちゃんが店を閉めようとした時、この感動的な物語の裏に何があるのかを探ろうと、女性が店に入ってきた。おばちゃんは記憶の中で、2年前の暖かく緊張した6月の夕方、黄色い街灯の薄明かりの中、偶然、生死のジレンマに直面した母猫が、街角で丸くなって苦しそうに出産しているのを見つけた時のことを懐かしそうに語った。疲労と耐え難い痛みのため、母猫は陣痛をうまく終えることができず、生死の境をさまよったその時、おばちゃんは迷わず助け、母猫が子猫を産むのを見事に助けた。その瞬間から、母猫も子猫も新たな希望の源を深く理解したようで、まるで人間であるかのような感謝の気持ちを持っておばちゃんの生活に溶け込み、自分なりの深い愛の絆を結んだ。猫は活発で可愛く、清潔で機敏な子猫が刀愛情に満ちた母親のそばにしがみついています。一方、援助を受けてきた母猫は生活の波乱や顔にわずかな老いを感じさせながらも、一貫して親子に新しい命を与えてくれた心優しい恩人を守っています。お店の忙しさが終わると、おばちゃんは必ずお店から出てきて、2匹の猫と一緒に遊び、こののどかで温かい付き合いを楽しみながら、幸せな時間を共有します。このような絵は周囲の人々の心の琴線に触れ、人々はおばちゃんの無視の優しさと野良猫たちのユニークで忠実な恩返しを称賛した。元は普通の人と動物たちが、この素晴らしい関係を通して驚くべき物語を作り上げた。おばちゃんはまた、以前は夜遅くに一人で家に帰るとき、暗闇と孤独に悩まされることが多かったが、この2匹の猫に付き添ってもらってからは夜がより平和で暖かくなり、家路に着くたびに孤独を感じなくなったと話してくれた。おばちゃんが無事に帰宅するたびに、野良猫たちは安堵のため息をついているようだった。この間、おばちゃんは何度も2匹を家の中に招き入れ、一緒に寝ようとしたが、母猫が威厳と本能からそのような取り決めを受け入れられないことを知っていた。おばちゃんは心の中で猫たちの選択を尊重し、無理強いすることなく、彼らがねぐらにできるよう気を利かせて玄関に段ボール箱を置いた。毎朝、この2匹の猫は早起きし、おばちゃんが出かけると真っ先に後を追った。この自分なりの長続きする方法で、おばちゃんの優しさに静かに報いようと、2年以上こだわり続け、今でもおばちゃんのそばを守っています。おばちゃんはなぜ猫を引き取らなかったのだろうと、周囲の人は不思議に思うことがあるが、その裏にはおばちゃんが母猫の自尊心を傷つけることを恐れたからであります。引き取ってしまえば、母猫は恩返しどころか、自分が子猫を連れて保護しに行ったと誤解するかもしれない。だからおばちゃんはこの特別な絆がより純粋で深い感情で結ばれるよう、尊重し、理解することを選んだ。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。